おお、イヤリングー。ああ、ここは空、はい、どこにあるんですかね。松山市にあって、はい、3施設あるんですよ。はい、上共同作業所っていうとこと、はい、ひらりのウッディっていうとこ、下のね、施設が、はい、3施設ありまして、明星がこの陶芸を作ってます。あ、陶芸やってるんですね。飛び焼き、はい、あと木工商品はキラリのウッディというところがしてます。ウッディとパウンドケーキやシノノメハウスって言ってます。シノノメハウスって言ったら前クッキーの体験に行ったのかな。マルクスカラーさんですね。はい、なんか一回行ったよね。そうなんですね。はい、あ、飛び出したわけ。これは、あの、とび焼きを教えてくれる方がいるんですか？はい、教えてくださる先生。とりあえず、なんかちょっとおしゃれな感じ。ここ。ずっとだけ。なんか、ここら辺とかは、あの、イワギのチャレスは、工房の子たちがやってそうな感じですね。で、なんか最近知ったこのコミキャン、コミキャンとザコミキャン、キヨだ。ミキアのコースター、ここら辺ジローさん好きそうじゃない。嬉しいなと、本当はなと思います。ここら辺とか自分で好きそうじゃん。買ってみちゃわないのかい？あ、これなんか、これとか可愛いぜ。ちょっとこれ、てってりー。勝手に撮ってここ YouTube 上げていいですか？全然大丈夫です。すごいね。木工がすごい、なんかあれですね。ちょっとちっちゃい子供にも危なくなくていいかもしれない。こういうのつけてもね。好きな推しのなんかこういるじゃん。なんか100円だぜ。このなんかほら、どっかで見たことがあるアルプスの少女ハイジの感じ。黒ヤギさんもいるし、白ヤギさんもいるぜ。かわいい。アルパカ。あ、ね。かわいい。こうくっつくってことは、マグネット。ほら、なんか、飾りより食い気。こっちはなかった。このマグネットなんだ。ね、これめっちゃ可愛い、このマグネット。え、こんな値段でいいんですかみたいな。ネット販売とかでしたら結構売れるんじゃないですか。ちょっと可愛いね。タヌキの親子とかめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっとなんか選んで買おう。ここら辺にあるんですか？え？ここはどこら辺に？ここが、その陶器の方は宇和島市さんで、はい、の方にあって、こっち側は、あの、四国地方市。おー、で、ちょっと事業者さんが取れなくて、委託で販売させていただいております。可愛いですよね。やべそう。めっちゃ可愛いです。あと、これも昨日結構あったんですけど、もう残り1点にはなってて。そっか、もうあの、
ひな祭りがね。そうなんです。もうあのさすがにちょっとこれはあの節分終わっちゃったけど来年よみたいな感じ、うん、で結構なんかもう可愛すぎて愛着湧いたから買うわって言ってくださって買ってくれたりとかとかとか。ベベストがね。本当にだからもうパンツ履いてない。そうなんですよ。もう可愛いですよね。色パンツ履いてないからベベストなんですね。食パンのお皿ももう残り1枚で。本当ですね。これに食パン乗せたらちょっとだからあのインスタ映えするかわいいやつ、これもおにぎり乗せてね、うん、梅干しの味が全部違うんです。あ、本当だ本当だ。どんだけのイカだった。あ、本当だ。安っこ300円やったよ。そうなんですよ。ちょっとこれも気になる。え、うん、あ、600円やってます、うん、これあのあれですね、しがらきですかね。ちょっとなんか割れやすそうな感じが結構、まあ、手作りなので。そうですね、割れやすそうな感じです。でもこれ可愛いですよね。出てきてる、うん、植木鉢でって。何かが出てきてるのか。こんにちは。すごい、面白いね。すごいですよね、手作りっていうの、なんかもう可愛すぎてお箸置きのたい焼きとか本当に欲しいぐらいですもん。もうめっちゃ可愛いし。可愛いですよね。猫とかも顔が全部違うくて、あ、こっちこっち、こうね、これこれですね、はい、あー本当だ、可愛い。なんかちょっとこうおしゃれなカフェとかでこういうのに出されてこうやってきたらちょっと思わず笑っちゃいますね。なんか玄関とかに置いて小物入れとかにしても絶対可愛いなって思いました。かわいい、ご気づきにはたまらんうん、本当にこれなんか割れやすそうだな。私食パンは結構なんか薄いねって言われるんですけど、おにぎりは比較的、あ、そうですね、しっかりしてる。おにぎりはしっかりしてる、うんうん、そうね、扱いが雑でね、割っちゃうんですよね、多分こういうとことか割れて、うん、はぁーってなるタイプ。雑なんで、性格が雑なんで。かわいいですね。かわいいね。これちょっとサムネにしようか。ねえ、これなんか大量に作ってこう大量に並べたらもっとかわいいと思うね。違う種類がもう一匹いて、一、はい、匹とか言い方いいかわからないですけど、はい、もう一つあってセットで買いたいって言われてたんですけど、先にもこっちが売れちゃったんで、あーないーみたいな、後で買いに来ますみたいな人がそうだったんですね。そうなんです。抽選コーナーで抽選何回でき、3回できる、はい、です。じゃあこちら手指の消毒お願いします。持ってんのかい？持ってないのかい？今日君は持ってるのかい？持ってないのかい？3回お願いします。はい、1回、あと1回、ごめんなさい。お菓子の袋の3つ。あ、うまい棒だね。焼き鳥味とかだよ。君、あの緑色が好きなんじゃないのかい？緑と。あ、なんかあのメダルのチョコがあるよ。いつやね。レジしよっか。やっぱちょっと袋見たらわかるんだよね。イチゴもです。はい。これだけ増えてきました。ちょっと
そう、今イチゴはねなかなか時期が一時期でもちょっとパイナップルとか見たことないかもしれない。ちょっとパイナップル買おうかな。じゃあパイナップルじゃ一つ、はい、ありがとうございます。パイナップル買った見た花すごい今回はい専門店包み、読み方包みだって赤い株式会社赤いさん。ここはなんかあれよね、ケーキ屋さんっぽい。確かにあのあれがあの粒のね、あれが買ってる。スイートカレンダーとスイートはどうあ、うん、でしょう。スイートポテトパイを一つとスイートポテトがオフ。アップルパイを一つ。これはレモン。レモンパイ。レモンバッタ。はい。うん、すいません。じゃあ3点目。はい、はい、あ、入れてくれるからちょっと目腹を入れてくれてる。さあ入れてくれてる。何がかわいい。ネッコステーションハッパス、ここは一体どこにあるんだろう。ここは今治ですか。今治市に。あら、今治な。あ、なんでタオルなんですね。なるほど、やけんタオルなんだ。あ、そうです、今治タオル。え、安っ。B 品扱いなんですけど、破れたりとかもしないので、はい、え、めちゃくちゃ安いですね。お尻があったりとか。あー、え、ノーエリタオルなのに。なんで、色違いで全部違うとか言ってくれるんですか。あー、まあ、確かにプレゼントにも入れたり、あ、いいですね。はいはい、大丈夫なので。ほんとだ、ちょっとこれ半冊いいんだよね。なんかあのメンズが持ってても恥ずかしくない。メンズが持ってても恥ずかしくないですか。ちょっとあれですかね、お年を召したか。ちょっとあれですかね、ハンドタオルにこっちになってしまうので、ちょっと大きめ、ポッケに入れるとか言ったらちょっと大きめ。これとかだったら別に、フェイスタオルじゃないや、フェイスタオルとか結構そのまんま持っていくとかいう方もいらっしゃいますので。働いてる。そうなんですね、失礼しました。どうも、どうぞ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 。どう、でもなんか別に白でも、うん、白でもおかしくない感じがするよ。かわいい、かわいいじゃん。ぜひ手に取ってもらったら。なんかいいじゃん。あ、なんかいいじゃん。これね、ちょっとあの炭治郎的な、なんでしたっけ、鬼滅的な柄に近いですよね。鬼滅、ほら。ちょっとね、これとこれだったら、はい、いいんじゃないかしら。うん、かわいい、かわいいな、これもいいな、なんか全部いいな。じゃあ、あの、母さんこれで、はい、3つ、はい、3つ、はい、マクナマメの商品とかもおすすめしてるんです。
え、何ですかこの大きいイカです。ムクナガメって何ですか。ムクナガメっていうのはあの最近注目されてて、エルドーパっていうのを よくする。はい、でこれが1000円で、はい、インターネットなんかでは出てるんです。だからすごい高級なんですけど、はい、それをちょっと使ってちょっと今治の老舗の、司さんっていうところで、作ってもらったクッキーなんで、はいはい、これはなんかね、美味しく仕上がってます。今治自体はどんな味なんですか。きな粉みたいな、まだそんな感じなんですか。ちょっときな粉でもうちょっと濃いなんか深い味わいがあるんですけど、基本きな粉的な感じなので、はい、じゃんけんで。すごい、この下のあんの芋パウダーもなんかなんかいろいろごめんなさい、目についちゃう。え、安っ。こっちは安いんです。こっち高いけど。こっちはいくらなんですか。こっちはこれが1000円。ああ、そっか。やっぱり特別なんですね。はいはい、これはちょっと価格取引されているもので、で、これもちょっとね、だから三角形になるんですけど、これはまあお芋なんで。お芋、はい。あの芋。はい。良くない？なんかにね、これ良くない？これ、じゃあこれとこれもらおうかしら。ありがとうございます。